はい、改めまして茨城キングでございます。はい、よろしくお願いします、はい、します。今回の社会はですね、はい、なんと何ですか？なんとゴジャッペ百景スペシャル。スペシャル、ゴジャッペ百景スペシャルですか？たまりにたまったゴジャッペ百景をドドッと大放出だそうです。たまりにたまったはいはいはい、今まで小出しにしてたからですよ。そう、結構小出し気味に来て、はい、あとはちょっとうっかりちゃんでね。あ、うっかりちゃん、ちょっとあれこれ投稿してたのに出てねえぞというのがね、 あったりとか、いろいろそういうのもございまして、ね、はいはいはい、今日はねそういうのをまとめてですね、まあ、紹介できるだけちょっと紹介しようかなと、はい、まあ、時間の許す限り、はい、紹介させていただこうと思います、はい、でこのゴジャッペ百景と言いますのは、まあ、茨城県内の写真であればまあどこでもいいっていうことで、あとはまあ自分で面白いなと、うん、もしくはゴジャッペだなみたいなね、そういうふうに感じたものを送っていただいております。はい、はい、じゃあですね、まず最初のゴジャッペ百景こちらですね。はい、じゃじゃん、おお、おお、あ、これはあっと驚く葉っぱ、葉っぱ、お茶、お茶、お茶っていうね、これお茶屋さん、お茶屋さんですかね。これはなんか結構あれみたいですよね、地元では有名みたいですよね、うん、私これ結構車で移動してる時に看板見ますね、はい、あ、はい、見ますか。あ、見ます、じゃあ見たことあります。結構見るってことはいくつかあるってことですか、はい、うん、いくつかありますね。確かいくつかありました。なるほどなるほど、はいはいはい、これ投稿者はですね、はい、ダーナさんなんですけども、 ありがとうございます、ちなみにこれは大洗町で撮った写真だそうです。へえ、ね、個人的には最初私ネットをやり始めてこれを知ったんですけど、はい、アットが、はい、アットマークのアットを先取りしてるのかなと、あ、と勝手に思いまして、っていうのはカタカナなんですよ、アットが。本当だ、アット、本当だ、トまで、そう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 、トまで、普通はアはカタカナでもいいけど、トはひらがななのに、そうですよね、うん、アットまであれなんで、ちょっとこのね、ネット時代を先取りかなっていう、はいはいはい、違うんでしょうけどね天然なんだと思うんですけどね、はいはい、でもなんかすごい個性的なネーミングっていうか、そうですね、なんか聞くところによるとね、うん、元ネタみたいな、はい、ギャグをネタに2つくっつけたみたいな ね、うん、話があるとかないとか、説もあるとかないとか、はいはいはい、いうふうにね聞いておりますけどもね、はい、まあごちゃっぴやけ面白いですね、うん、はい、そして、次ですね、次はブルージャムさんからいただいた投稿になります。では2番目、はいはい、あ、これ似てるね、本当だ、焼き鳥、焼き鳥、バッパ、バッパ、あ、バッパ、バッハじゃないよね、バッハじゃなくてバッパ、バッパ、これイントネーションどうなんですか、これ言いたい内容にもよると思うんですけど、そうですね、おばあちゃんっていう場合はバッパ、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 あれ焼き鳥、でも焼き鳥ってつくから焼き鳥バッパなのかな、焼き鳥バッパ、焼き鳥バッパ、焼き鳥バッパ、バッパ、どっちでしょう、どっちでしょうね、はいはい、ちなみにあれですか、日立の方ではおばあちゃんのことバッパって言いますか。バッパって言いますね。ああ、言うんだ、はい、うちの方言わないんですよ。ああ、そうなんですか。バッパとか、はい、そういう実地とかって言い方知らなかったんで、実地とバッパ言います、ね、あ、言いますか、はいはい、実地バッパ、ああ、言います、言います、多分だからおばあちゃんがやってる焼き鳥屋っていうね、ね、多分そうなんですよね、どうですかね、はいはい、これね、どこなんですか、バッハが好きってわけじゃないよね絶対ね、バッパだもんね、バッパ、はいはいはい、そうなんですよ、これ場所はですね、水戸市、はい、末広町、あ、水戸市なんですか、水戸市ですね、バッパ、はいはい、気になる、気になるな、どういう人、これ写真がね、うん、おばちゃん、おかみさんのなんか写真みたいなあったら、ね、これはバッパだわっていうような写真が、そうそうそう、本人公認で焼き鳥持ってるバッパの写真もぜひ、うん、本人にあの許可を得てぜひどなたか送っていただけたらありがたいです、はい、お待ちしてます、お待ちしております、はいはい、葉っぱの次はバッパときて、次は何でしょう、はい、ラムテガさんからの投稿です。ダッペ、ダッペね、葉っぱ、バッパ、ダッペ、これ、ね、別に3人で連携したわけじゃないですよねきっとね、どうなんでしょうね、別にそういうわけじゃないですよね、なんか知らない間に、生徒同士のこう結束が固まってるとかないですよね、うん、どうなんですかね、まあ、はいはい、多分これ編集上のね、うん、うまくこれディレクターがあれなのかもしれませんけどね、はい、いちごダッペ、いちごダッペ、あ、これひたちなかスイーツですよ、これ知ってますよ、 いちごだっぺ、あ、どうなんですか、食べました、食べました、食べました、あ、どうですか、なんかいちごジャムがこうサンドしたって、うん、クッキーよりはちょっと柔らかいような、なんて言ったらいいんですかね、うん、いちごだっぺちゃんっていうキャラクターなんですよこれ、キャラクターもいちごだっぺちゃん、はいはい、だっぺちゃんじゃなくていちごだっぺちゃん、そのままちゃんつけた、だった気がしますね、はい、へー、うん、
これあれですよね、ひたちなか市の、商工会議所とかそういったところでやってるあれですよね。はい、だからお店によってちょっと微妙に違ったりっていうかね、きっとね、はいはいはい、あるみたいですよね。はい、あ、なんか食べ比べもしてみたいですけど ね、ネーミングがね、いちごだっぺ斬新ですよね。なんかね、いちごだっぺって言われても、まあそうだっぺって、そうあ、いちごいちごって言ったんで、いちごだっぺ、はい、だからこのいちごにだっぺをつける必然性みたいな部分を考えるとちょっとごじゃっぺ発見になり得るんですよ。ね、だってだ別になんかなんか別にあれですもんね、つながりとしてだっぺをつけるなんかあれって特にないですもんね。ない、はい、まあ、茨城感を出したいっていうか、地元感をね出したいっていうことで、いちごだっぺ、だっぺになったんですね。奥深い、何でしょう、考えれば考えるわけで、これがなぜいちごだっぺなのかっていう、なんていうの、誰もが納得するような理由が、うん、もし分かる方がいらっしゃいましたら、はい、ごじゃっぺ百景のいちごだっぺ係にお送りください。お送りください。あるのか、その係は分かりません。はい、と、はい、いうことで、じゃあ次行きましょうか。はい、まだあるんですね。次は4番目ですね。じゃじゃん、こちらはですね、自己批判症小菅さんの投稿になります。ありがとうございます。コメントを読みますと、江戸時代には16万石を誇ったとも言われている古賀藩、古賀藩、はい、南宋里見八犬伝にも登場する古賀城本丸の跡地がこれん、草跡地って言ってもなんか棒が跡形もないみたいなね、棒が立ってますけど、はいはい、だから棒だけですか、はあ、結局はそれがごじゃっぺっていうね。結構あの城跡とかってこうご立派なね、そうそうそう、ものが立ってたりしますもんね。そうです、大体あのお堀が残ってるとか、はいはいはい、まあ、石垣みたいなのなくてもちょっとこう、はい、ね、うんうんうん、なんか盛り上がってたりとかありますよね。あるんですよ、うん、そういった遺構的なものがね。古賀城はない、うん、草って、そう、これはまあ理由があるんですよ。やっぱり防水っていうか治水上の問題で、これ渡良瀬川なんで、はい、やっぱりね、治水対策で堤防とか今ね、昔はもっと川がもっと向こうだったのが、はい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 、こう堤防広くしてこう堤防作るってんで、まあしょうがなくだと思うんですけどね。だから古賀もあれですよ、あの本丸をもう一回作り直そうっていう、城を建てようっていう動きもあるんですよ。ただお金が莫大にかかるん で、ね、実現に至ってないっていうね。ぜひ自己批判症はね、これもうね、はい、ここからイバキラからこう大ヒットっていうかね、こうスターダムにのし上がっていただいて、うん、小菅さんが個人的にちょっと立てていただけたらね、はい、立てましょう。私も、はい、ちょっとぜひ止まらせてくださいみたいな感じですけどね。私は止めてって、はい、ということで本丸跡でした。はい、まだ行きますか。じゃあ次行きますか。まだ行きますか、はい、次は何ですか、はい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 、こちらはですね、はい、そうなんです、牧田真紀さんの投稿です。ありがとうございます。これはですね、おめぬま橋っていうね、おめ聞いたことありますか。おめぬま橋、はい、おめぬま橋、うん、今言えなかった。おめぬま橋、はい、といえば、ああ、あのイバラッパの、はい、イバラッパ先生のあの曲、はい、なんだっけ、おめぬま橋、はい、そうなんですよ、おめぬま橋ってすげえフレーズだけこう、木造の橋、おめぬま橋のおめぬま橋ですね。おめぬま橋だ、そうなんですよ、はい、そうなんです。お不動さんならいたバーシ、木造のハーシ、おめぬまバーシっていうね、あのおめぬま橋はこれです。これですか。そうそう、古海川に、これ古海川なんですよ。古海川でも結構つくばみらい市だから、はい、結構まあ下流の方ですね、はい、にこういう木造の橋がかかってるんですよ。へー、うん、これ結構でも雨の後かな、結構来てますね、水位がね。そうですね、そう、たまにね流れちゃうんですよ、うん、あまりね増水しちゃうとね。そう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 、で結構ロケの 名所にもなってまして、なかなかこれないじゃないですか、大きい川で木造でこういうね、ないですね、はいはい、もちろんこれ車とかは通れないんですけど、うんうん、はい、幅どのくらいなんですか。これ幅はね、ですから人間が寝たらはみ出ちゃいますね、子供が寝たぐらいの幅かな。結構狭いですね。人が2人手をつないで通れるぐらいじゃないですか、はい、きっと、うん、だからすれ違えるぐらいかなと思いますけどね。おめぬま橋、そうそう、まあ、いわゆるちょっとレアな感じのね、はい、橋ですね、はい、じゃあまだ行っちゃいますか。今日はいけないいけない、はい、そろそろ終わりということで、ああ残念でした。実はね、まだあったんですけど。あ、まだあったんですか。はいはいはい、ちょっとじゃあ残りあと2つぐらいありますが、はい、それはね、また、次回の、はいはい、お楽しみということでね、はい、
今日はこの御目沼橋までお送りしました。はい、でゴチャッピ八景こちらお待ちしておりますので、いばきらタグ、いつものツイッターのタグをつけていただいて、ツイッターでご投稿いただければね、はい、はい、そちら、写真をつけてですね投稿していただければ、はい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 、番組で紹介しますので、どしどしご応募ください。します。以上、社会でした。それでは、あれー。